全国のキャンプワンの方もキャンプワンじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。いやこれちょっとねニュースですね。このキャンプどうでしょうのチャンネルに初めての案件が来ました。キャンプどうでしょうの動画ってだいたい半分行くか行かないかぐらいが、まあ、道具紹介が多いんですよね。でその道具紹介の中でも何個かよく紹介させていただいてる、まあ、キャンプブランドがあって、でその中でも僕が普段すごい大好きだというのでよく紹介させていただいていたブランドがありまして、そのキャンプブランドが、まあ、ミヤエクスプローさんというキャンプブランドなんですけれども、そのミヤエクスプローさん自身がこのキャンプどうでしょうのチャンネルを見てくださったそうで、こんなもう僕みたいな弱小のキャンプ系 YouTuber にお声をかけてくださったんですね。案件って普通は何かこう商品を紹介してくださいとかっていう風に来るのを、まあ、案件、企業案件という言い方をするんですね。 YouTube ではよくあるお話で、もっとチャンネル登録者数の多い方とかに結構多いお話なんですけども、僕なんかはまだまだ弱小 YouTuber なんでそういった案件のお話なかなかいただくことがないんですけど、でやっぱりイメージ的に悪いことは言えないとか言わされてる感が出るじゃないですか、案件って。だから場合によってはイメージがあんま良くなかったとかかもしれないんですけど、僕の場合はミヤエクスプローさん大好きなんですよ、もともと。なのでこっちで紹介できると思うんですよね。で何かこうキャンプ道具リクエストありますかっていうお話をされたんですけど、もう僕全部ミヤエクスプローさんが出してるキャンプ道具全部どんなものがあるのかっても知ってて、選べないんですよ、一つにね。一つに選べないのでリクエストなしで送っていただいたんですね。だから送っていただいたのがここに届いてるんですけど、ちょっと宛名のところは剥がさせてもらって、ちょっとここもピリってなっちゃったんですけど、届いて、めっちゃでかい段ボール届いたんですよ。ただ僕まだこれ中見てないんで、実際何が届いたかっていうのがわからない状態で、今来ました。今届いて、今剥がして、今すぐ撮影してます。で、何が来てるのか全くわからない状態なんですけど、箱の大きさ的にあれかなっていうのは正直あります。ちょっとね、これもう開けるのもなんかすごい緊張してきたんですけど、ちょっと開けてこう見ていきたいと思います。なんか見えますね。何が来るんだろう、何が来たんだろう。緊張してテープも綺麗に剥がせない。緊張しちゃって、これね、緩衝材入れてくれて、チプチも入れてくれてて、え、ちょっと待って、マジ1個じゃない、すごいぞこれは。マジか、めっちゃ入ってる、マジか、すごいなこれ。ちょっと紹介していきますね。ちょっとえげつないぞ。まずステッカーですね。ステッカーが、まあ、タンカラーとモノクロと2色入ったステッカーですね。嬉しいなこれ。実はミヤエクスプローさんとの出会い、ミヤエクスプローさんの存在を知るきっかけになったのはこのステッカーなんですよ。なんでこれ知ることになったかというと、もともとこのゴールゼロをこう買った時に、何かこうカスタムないかなと思って、でいろんなインスタとかいろいろ見て、かっこいいカスタムないかなって調べた時に、やたらと出てきたのがこのミヤエクスプローさんのこのステッカーなんですね。僕実際これ貼ってるんですけど、このステッカーがなんかめちゃめちゃかっこよくて、この色がすごい渋いなと思って、めっちゃかっこいいなって思ったのがミヤエクスプローさんを知るきっかけだったんですね。ここがスタートなんですよ。でそのステッカーがまず一つ目です。で二つ目、ベルクロワッペン、ミヤエクスプローさんの場合はパッチっていう言い方するんですけど、これは何かというとマジックテープになってて、マジックテープがついてるキャンプ道具とかにこうペタッと貼ったりできるやつなんですね。アイロンでこう熱でくっつけたりとか、こう縫い付けたりする必要はなくて、マジックテープでつけるパッチになってて、シェアカップケースとかカバンとかそういうところにマジックテープにこうつけられるところがついてるギアがあるんですね。そういうところにつけるやつで、さっきちょっと流行ってるんですよ。実際出してるガレージブラウンさんも多いんですけど、そのパッチですね、嬉しい。で次がこれめちゃめちゃ欲しかったやつなんですよ。これマジで欲しかったやつで、ゼロポットミヤ。うわーすごいこれ。しかもカラーがこの黒と FD カラーがあるんですけど、それの FD カラーちょっと茶色っぽい色なんですけど、これ僕がマジで買おうと思ってたやつなんですよ。これ嬉しいなー。これちょっとまたちゃんと紹介しますね。今すぐ紹介したいぐらい紹介したいんですけど、ちょっとこれまた紹介します。で次、これも欲しかったんですよ。
これも欲しかったですよ。これ何かというと、テーブルで、これも、ちょっと組み立てたところ、マジ見せたいので、これもちょっと別で紹介します。うわー、嬉しいな、これ。これもすごいな。これいただけるのか。これも欲しかったやつなんですよ、実は。これまたちょっと詳しく、ちょっと別で動画出そうかとも思うんですけど、これも、もう今すぐ紹介したいぐらい、めっちゃいいやつです。で、最後のこれなんですよ。実はさっきのテーブル、僕が欲しいと思った理由が、これが付けられるからなんですよ。すごいですね。これもう、ちょっと別で紹介ちゃんとしますけど、これ何かというと、そこのシングルバーナーありますよね。僕もちょっと実際にこう使ったことはなくて、欲しいなと思ってただけなんで、現物見るのは正直初めてなんですけど、この大人気のシングルバーナーですね。このテーブルにセットっていうやつ。ちょっとね、これすごい。なんでわかるんだろう。僕が欲しいやつっていうぐらい、ピンポイントで僕が欲しいやつを送ってくれました。すごいですね。感動してます。これ弱小 YouTuber に送る量じゃない。元取れるように一生懸命宣伝させていただきたいなと思うんですけど、これ、ますます惚れちゃいます。ちょっと概要欄に載せておきます。で、ちょっとこれと別で、セロポットと、には GT310 コヨーテブラウン。これと、ということですね。これはちゃんと別動画でご紹介させていただこうと思いますので、ぜひ、そちらもですね、楽しみに待っていてください。今回のちょっと案件のお話を、させていただきたいんですけど、まあお話いただいて、で僕まあもともとミヤエクスプロさん大好き、もう大ファンなんで、憧れのキャンプグラウンドなんで、よろしいんですかみたいな感じで、本当に嬉しくて、僕のイメージです。僕は案件自体が初めてなんで、勝手なイメージなんですけど、こういう風に紹介してくださいとか、悪くと言わないでくださいとかって、そういうこと言われるイメージだったんですよ、案件って。そんなの全くなく、もう好きに動画にしちゃってくださいと言っていただいて。で、僕はてっきり何か一つ来ると思ってたんですよ、キャンプ道具。で、こんなまでっかい箱だったんで、僕はこれかなと思ってたんですよ。このテーブルかなと。それかもう一つある、もう一種類テーブルあるんで、それももしかしたらちょっと今後買って出すかもしれないですけど、そっちにどっちかかなって正直思ってたんですね。で、じゃあ蓋開けたらすごいいっぱい届いて、これはもうぜひがっつりそれぞれで紹介させていただきたいなとか思ってるんですけど、1回目の案件がミヤエクスプロさんで本当良かったなと思ってます。通常の案件って普通はチャンネル登録者数のチャンネル登録者数 ×1 から10倍ぐらいの金額って言われてるんですね。これ金額はまたそれぞれの動画で改めて言うんですけど、とても僕のチャンネル登録者数 ×10 倍どころじゃないんですよね。送っていただいてるものが一生ついてきます、僕ミヤエクスプロさんさんで。皆さんにそれを今後動画にして紹介させていただくんですけど、いただいたからといってそのなんかこう忖度して動画にしようっていうことはないです。全部正直な気持ちでレビューさせていただきたいなっていうのは思ってます。本当に好きで普段出してる動画とかも本当に好きな動画を紹介させていただいてるだけなので本心なんですけど、で今回のねミヤエクスプロさんの道具についても本心で、ね、精一杯僕の好きな気持ちをお伝えできたらなと思っております。はい、まず一旦この3つそれぞれでちょっと動画出そうと思うのと、こちらにつきましては以前動画出してはあるんですが、ちょっとねまた別でこちらに関しても何かこうできることがないかちょっとまた考えて、後日これも動画にちょっとこれは日にち空いちゃうかもしれないですけど、こっちもまたちょっと動画出そうと思います。そちらもぜひお楽しみに。というわけで今日から4日間、今日明日明後日しあさっての4日間ですね、連続でミヤエクスプロさんの動画を出したいと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。では今回の動画はここまで、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。